まあ、本当にあの熊本サーブ そのサッカーに対する思いみたいなのを自分たちが受けないように自分たちも強い思いを持ってこの試合に臨んでいるんだというところをスタートからファーストディフェンスからあるいはシュートの意識から出せるようにということで、選手たちは前半から思い切ってくれたと思います。まだまだいろいろと改善の余地はあると思いますけれども、そういう勢いを持ってサッカーができてシュートシーンを作れたのは自分たちにとっては前半できればゴールを取って、ね、戻ってこれたらもっと良かったんですけど、まあ、今の自分たちはそこからシュート数も含めて積極的にやるべきだと思います。まあ、最後本当にああいう形で、バーに救われたのはもしかしたら自分たちのもう一人のキーパーがいるので、彼が守ってくれたのかなと思います。非常にいい攻撃をして、ただ向こうの方が決まる中で吉原選手のゴールの瞬間、監督はグラッと入ってたみたいに座り込んだ姿が印象的だったんですが、どんな思いだったんでしょうか。そうですね、そんなに入れば、ね、倒れることもなかったんですけど、まあ、膝が崩れ落ちたという感じでしたけど、まあ、本当に皆さんの思いがゴール方向に引っ張ってくれたんだと思うので、そこは本当にサポーターに感謝しています。今日の勝ち点3、これから行くことで非常に大きな勝ち点3になったじゃないですか。そうですね、苦しみながらも自分たちは3を何とか取りつつ、まだまだ自分たちはしっかりやっていきたいので、まあ、本当に皆さんのサポートが必要なので一緒に戦ってください。連勝なっているサポーターの皆さんに最後にメッセージをお願いします。はい、もうホームゲームで、ね、自分たちが多分情けないゲームはできないと思っているので、ホームでは絶対に自分たちの腰を落とさないように、またアウェーで、しっかりとこう戦う姿勢を見せて応援されるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。富樫コーチ監督でした。続きまして、決勝ゴールを挙げました高木義明選手に来ていただきました。ありがとうございます。今のお気持ちから教えてください。いや、本当にこの前悔しい試合をしてしまったので、今日は本当にサポーターの前に勝つことができてよかったです。ご自身に声をいただきたいんですが、いいポジションにいらっしゃいましたね。いや、本当にたまたまボールが漏れてきたんですけど、やっぱりこう今自分が乗ってるのでゴールできたので、試合連続左足で決めました。そうですね。そして自身初の3試合連続ゴールということになります。自身がゴールを取って乗っていけばチームの